丸山ゴンザレスの裏社会ジャーニーです。本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。本日お話をしてくださるのは牛島インクさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。牛島さんとはね、どんな人かっていうのをね、前回ちょっと聞きまして、今回は、コスプレイヤー牛島インクが、経験してきた様々なトラブル方面をちょっと聞こうと思うんですけど、僕でも牛島さんが最初に世の中的にわっと広がって、なんか名前知られたなぁと思うの、台湾での撮影の炎上、はい、台湾の撮影とか、なんか台湾で炎上したっていう。台湾で、そのコミケみたいなのがありまして、うん、ファンシーフロンティアという。で、そのやつは台湾の大学を使って、やってるんです。台湾でいう東大みたいなところでやってるんです。台湾って無修正 OK なんですよ。実写じゃなくてね、二次同時の方は。だけど、その当時は生身にはかなり厳しかったんです。なぜかわからないんですが、台北市がですね、そういう規制が非常に強いところで、一回風俗とかも全部なしになくなったぐらい、台北市自体のエロに対する締め付けはすごいあるところですね。はい、まあそれはいいですわ。で、その時ウエセラークで下パンツっていう売り子姿で売り子をしたら、そこに、地元のテレビ局がなんか取材に来たんです、で、それはで私が多分賞味15分ぐらいだったんですけど、パンツで売り子をしてるところを勝手に撮っていったんです。で、最初カメラがこっちに来た時に私は撮らないでくださいって言ったんです。なんですけど、やつらモラルないから無視して後ろからすげえしつこく撮ったりして、それをその日の夕方のニュースに流したんです。で、日本から来た AV 女優がハレンチな格好をして、こんな国府のところでこんないやらしい写真集を売って大騒動を起こしておりました、でもそんなことはなかったんです。平和なイベントだった、ね、はい、平和でした、はい、しかも撮るなって言ったんですもんね。はい、撮るなって言ったシーンから入ってました、ニュースには。で、私の、首から下には全てモザイクがかかっており、全身正規としてテレビに映ったんです。で、私は最初そのニュースをなんか現地の人から見せてもらった時に爆笑したんです、だってここから下までモザイクかかってるんですよ。そんなん面白いじゃないですか。はい、逆にいやらしいし、はい、逆にいやらしいと思いました、僕も。で、ウケんなと思って、これ全身正規じゃんとか言ってゲラゲラ笑ってたら、みんなすげえマジな顔してて、吉野さん、笑い事じゃないですよ、日本から来たコスプレ勢全員連座で出禁ですよ。いや、明日ちょっとみんながマスコミが殺到しちゃうかもしれないから、ファンシーフロンティア側から来ないでくれって言って、うちら全員同じサークルだから、ダメになったよって言われて、ほんで私はマジか、本当に申し訳ないって言って、でもね、せっかく台湾に来て明日は売り子がないんだからね、予定前倒しにして外で撮る予定だったさ、やつとかさ、まあみんな頑張って撮りまくってさ、来たやつ元撮ろうなっつって言って、で、私はもう次の日撮影をすることに気分を切り替え、飯を食って普通に帰りました。で、ツイッターを見たら、台湾でケツを出してニュースに流れたみたいなことを言った、ちょっと軽く炎上しかけてたんで、その動画を見たら、そのまた全身正規のやつだったから、あ、面白いなと思って、全身正規じゃんっつって言って投稿したんです。その YouTube のリンクを。そしたら、朝起きたら大炎上してたんです。自分で燃料投下したってことですね。なんか面白かったんで、面白くないですか？いや、面白いですよ。めちゃめちゃ面白いです。はい、今まで遊んだ人も、そういうのでゲラゲラ笑うタイプだったんですよ。なのに急にギャグとか冗談通じなくなってて、マジってなって。炎上って批判的な感じだったんですか？その台湾で何してるんだだったんですか？それとも どういう感じ？国辱みたいな感じで言われました。台湾側の、台湾でこんな日本の恥って言われました。ああ、ははえ、そういう感じ。日本人が勘違いされる、コスプレイヤーはこんなんだと思われる。で、横浜さん炎上してたんです、その日は何も予定なくなったから外で撮影しようと思って準備してたんです、そしたらなんか突然一緒に同行したコスプレイヤーの人とかカメラマンの人5人ぐらいから連絡が来て、島さん話があるから今すぐこのホテル来てくれって言われて、なんかちょっとこれから撮影行くから手短でいいっつって言って、
ったら、なんか、牛島さんこれとか言って、ああ、あの、昨日の投稿ねって、見た動画面白くなかったって言ったら、うん、牛島さん、消してくださいって言うんです、投稿を。ああ、そう、なんでとか言って、えとか、なんでとか言って、面白いじゃんって。どうした、いつも面白いじゃん、どうしたってなって、そしたら、一人別のね、コスプレイヤーが、急に、ブル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 って震えながら、ガタって立ち上がって、牛島さん、消してください。投稿消してくださいって言うから、え、マジ？なんでなんで？って言ったら、あれ、見ました？ちょっと後ろに映ってる私たち、日本から来た AV 女優って言われてるんです。ああ。私、牛島さんなんかと一緒にされたくないんです。ブロブロブロって、私も、やべえ、なんか。言い方ムカつくが、こんなこと言わせるのも、悪いことしたなと思って、ごめん、今すぐ消す、ちょっと待ってね、消すとこ見せるから、つって消した、言いたくなかったよね、こんなんね、つって申し訳なかった、つってまあ、気分切り替えてさ、写真撮って、ね、元撮って帰ろう、じゃあもう私、準備あるから失礼します、って言って出て行ったという。いや、重い、思ったより重い話だった。はい、それは大変でしたね。はい、で、そこでその後、そう、出来になった日に私が市内でまたケツ出したりして写真撮ったら、またそれも炎上したんですよ。あった、あった、反省してるのかって。あった、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 そうだ、そうだ、そう。で、パトカーになんか手ついてパンチラしてる写真とかを撮って しまったんです、うん、そしたらなんか台湾市政府のホームページに、なんか私のがこうパトカーのところに手ついてモザイクかかってる写真が載せられて、はい、こうなんかどこから来た旅行者がこういうふざけた写真を撮ってんだと、ふざけるなよと、消せと書いてある、はい、見て、よげーと思って急いでメール送って、はい、こちらとこちらに掲載していたものなんですが、先ほど削除の方させていただきましたと、ご確認くださいと、大変この度は申し訳ございませんでしたと、ルールの方を把握しておりませんで、今後一切そういうことはしませんので、はい、何とぞご教えていただければすいませんでしたって言って、はい、送って、はい、っていうこともありました。牛島さんって、はい、折れるところは折れるし、謝るところは謝るし、文面というか謝り方とかちゃんとしてるっていうか、ものすごく親分肌、兄貴肌ですよね。本当ですか？時から話を聞いて思ってたんですけど。で、それで収束はしたんですか？収束自体。で、そんで、そのやつでさらにニュースからの新聞一面に載っちゃったんです。うん。台湾の。台湾の。すいません。台湾でむしろ人気出なかったんですか？それで。めっちゃ叩かれましたね。いや、人気になりそうですけど、逆にね、なんかもうそうなってきたら。でもそれで AV 女優としてくくられたら向こうの勝手な誤解だったってこと、なんかそういう。そうです、そうです。でも、なんていうんですか、うん、なんかまあコスプレの人たちはあるみたいですよ、こういうのが嫌だとか言われたくねとか、うん、あるみたいなんです。でもあんまりそういう気持ち、うん、デリケートな気持ちが分かんない感じだったんで、うん、なんかもう泣くまでだったから。まあね、その目の前で泣かれちゃったらね。いや、もう謝りましたよ、すみませんでしたって言って。ちなみにその後、台湾はもうそのイベントっていうのもう行けてないんですか？行けないです、行けないです。今に至るまで出禁なんですか？はい、出禁です。おー。でもその後、うん、結局どうなったかっていうと、そのファンシーフロンティア、どん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 過激化が進んで、もう水着で売り込む当たり前だし、うん、なんなら店で局部を出して撮影してるやつがいて問題になったりしてたから、ちょっと時代早かったんですよ。ですね。うん、完全に。それが2000何年？何年だ、10年ぐらい前だったと思うんですけど。うん、そんなぐらいか。2010何年だ、ちょっと忘れちゃいましたね。俺だってそのニュースの時に一番覚えてるのは、牛島さんって AV 女優なのとかって普通に思っちゃいましたもんね、あのニュースが出た時。そうなんです、うん、もうそんなことはなかったんですけど。そうそうそう、だから今ので、うん、まあ当時もそれですぐそういうのを大体誤解だって分かっていくんだけど、うん、その第一報の時にその現地のやつ、その新聞かなんかで、AV なのとか、そういうなんか知らない、俺らみたいに何も知らない門外漢はそう思うから、変な誤解とかはね、
まれるけど、でもそれで、いずれにしろそれで、牛島さんの名前っていうのは一気にもさらにこう知られたわけじゃないですか。まあ悪い意味でですけどね。悪い意味だけど、その知名度としては抜群に上がった。で、それ日本帰ってきて、知られ方ってやっぱ前とどんどん、年々こう比べ物にならないぐらい上がっていく感じだったんですか？その、どっかでもっと跳ねたなっていう感じた時とかありますよ。やっぱ台湾と、あとは、その、ね、やっぱ南樹絡みの炎上ですかね。それどんな炎上だったの？なんか南樹っていうところの人たちにすごい粘着されてましたね、うん、で、それの時にはその1000回ぐらい殺害予告されたりとか。え、ちょっと待って、どういうこと？粘着されて殺害予告って どんなこと、どういうことですか？きっかけは忘れてしまったんですけど、うん、私が、インターネットでよく喧嘩をしていたら、こうネットの誹謗中傷に強かったりする弁護士とかいないのかと、うん、こいつらを開示してんだっつって言って書いたら、その当時南樹っていう2チャンネルのそのちょっと悪質めなネタ板みたいなの、うん、ネタ系の板みたいなのがあって、うん、そこで炎上した人を、うん、弁護した弁護士が非常にポンコツであるというふうに、南樹の中で話題になってたポンコツ弁護士がいるんです。うん、そのポンコツ弁護士を、南樹の人が私がツイッターでトラブルを見て、この南樹の弁護士に牛島が頼んだら面白いんじゃないかと、私にツイッターで、うん、この人はネットの誹謗中傷に強い人ですよってリプライを送ってきたんです、うん。それで私がガチで頼んでしまったんです。はあ、よく知らんくて、はい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 。素で頼んじゃったんです。はいはい、そしたら、あの南樹ですでにおもちゃになっている、あ、ごめんなさい、南樹ですでにおもちゃになっている、ポンコツというふうな感じで言われている弁護士の人に、牛島が頼んで、はい、アンチを開示しようとしているらしいということで、なんか炎上したんです。もう、でも、向こうの狙いにはまっちゃった感じです。はい、もう完全にそうです。あの南樹のその一つ個人じゃなくて、そこに行ってなんかこう活動してるような、あの、まあ、普通の姿勢の人ですよね。でもそこにいる人たちなんつうか2チャンネルの VIP とかみたいな感じじゃないですか。昔でちょっとわかんないんですよね。私も見てたわけじゃないんで。でもその人たちからそれでなんで殺害予告来るまでになるの？なんでなんですかね。じゃあ本当にわけわからず普通に殺害予告がバンバン来たって感じなんですか？はい、なんかやっぱり誹謗中傷とかに対して私が開示して、うん、訴訟して裁判の結果とかを、あの、相手の名前とかそういうのを隠さずアップとかして晒し上げ行為をしてたから、そういうのでヘイトを買ってたんじゃないですかね。でもそうされるって分かっちゃうわけじゃないですか。でもしてくるんだ。してきましたね、結構ね。ちなみにそのポンコツ弁護士は解任せずそのまま使われた、ポンコツとされてた弁護士さんは、うん、いや、その後も普通に、はい、お願いしてました。実際どうだったんですか？目的は果たせました。ああ。その、牛島がやると言った時には、金をいくらかけてでも、どこまでも嫌がらせをする人間だということを周知するっていう目的のためには、うん、ちゃんと十分な内容でした。それちゃんとやってくれた。はい、ちゃんとやってくれ。人としてもそんなに大丈夫。人としては全然悪い人ではなかった。あ、そうなんですね。むしろいい方でした。はい、いや、でもその殺害予告1000件の時に一緒に、あの、警察署に相談に行ったんです。はい、弁護士の先生も連れて、うん。それでも受理してもらえなかったんで。うん、なんか殺害予告って具体的に文面で言うとどういう、はい、こう本当お前を殺すぐらいの感じなんですか？なんか私の家の住所とかを書き込んで殺しに行くとか、うん、え、がっつり殺害予告じゃないですか？はい、そうです、そうです。そんなん匂わしじゃなくてがっつりなんですよ、ね。はい、え、なんで警察受理しないんだろう。いや、そうなんですよ。で、うん、1000件でしょ、しかも。はい、でも結構プリントアウトとかもちゃんとして、うん、その弁護士の先生と言ったんですけど、なんか、うん、被害届受けてもらえなかったんで、必ず遂行するぞっていうことができたわけではなかったんです。あの、それがその弁護士どうだったかなっていうやつで。説明しましょうか、ちょっと。はい、お願いします。被害届受理したりすると、もう捜査しないといけないんですよね。
なので、あの完全にこれを事件として挙げられるっていう目算がないと警察は動きたくないのが本音で、でおそらくその殺害予告してきてるっていう人たちは身元、まあ、分からないようにきっとなんかいろいろプロクシーとかあるじゃないですか、分かんないようにしてるだろうから、あのなるべく受けたくないって本音があって、でも力がある弁護士だったらもう明らかな犯罪行為だから、うん、それでもやんなきゃダメだってことで押せるんだけど、そこの交渉がうまくなかったりできないと、あの警察が受けたくないってことの気持ちが勝って事件化しないっていうパターンかなと思いました。日下先生、弁護士になってください。まあでも、はい、やれることは、弁護士は頼むのが一番ですよ。その道の筋の人、プロに。でも本当に今の話聞いてるとひどい話ですね。でも1000件もだって寄せられて、マインド的に大丈夫だったんですか？結構なんか辛いじゃないですか。結構相当辛いじゃないですか。ムカついてましたね、どちらかというとね。いやもうへこむっちゃうよ、もう腹立つわだったんですよ。うんだ、全員してやりてぇなと思ってたんですよ。ダメですよ、ダメですよ。ここまであのね、あのすごく言葉選んでくれって言ってたのに、ここだけは直球でした。それってでもそうやって開示していく、情報開示していくことで収束していったんですか、それ。はい、やっぱ減りました。私がそのアンチっていうか、その開示した人の家の駅からその人の家まで写真撮ってあげたりとか、結構なか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 攻めますね。粘着系なんで、はいはいはい、でもまあやられたからやり返したって言い方は極すごいシンプルな言い方する、そういうことですよ。だからやられたんだからやり返したよって、だからその法律的にというよりは人の精神性というか、まあ、気持ち的には、うん、まあ、分かるなっていうところはあります。実際にできるできない別にして、だからその、まあ、それをこう容認はね、こういう放送でするのとかはなかなか僕はしづらいところはありますけれど、でも気持ちは分かるなと思いますね。そうですね。でもやっぱりここまでやるんだぞっていうことを見せてやんないと。だからパブリックなイメージで牛島さんはちょっと怖いなっていう人多いと思うんです、意外と。だからそれってだから黙っちゃう人じゃなくて、ちゃんと反撃もするし、何かあったら言うし、発言力発信力があるんだ、そういう人だって思ってることの裏返しだと思うんですよね、その怖いっていうのは。だから要はちゃんとした人だってことなんですよ、牛島さん自身が。それはそうじゃなきゃ、ちゃんとした人、超怪しいところではないですか。そうじゃなきゃ、だって下着メーカーとか作れないですからね。いやー、売ったりとかそこまでは好きなんですけど、うん、それを維持する雑の大嫌いなんですよ。あ、それはよくわかります。デザインとかそういうのは牛島さん考えて形にしていくっていうか、デザイナーさんとか頼んで作ってもらう感じなんですか。そうです、これ私が、こういうのを作りたいって言って、うん、デザインを書いてで作ってもらってる感じです。こういう感じの生地でお願いしますって言って、生地もサンプル出したりとかしたり。このビーズというかパールのやつ、はい、これ思いついた時に、はい、自分って天才だなと思いました、それともなんかこんなアホなと感じだった、どっちだったんですか、どういう感じだったんですか。まずこれもともとある商品なんです。あ、そうなんですか。パンって言ってあるんです、はい。でそれはでも昔でいう蝶々レースの紫のパンティーみたいな感じで、こうなんつうんですか、古臭い感じだったんです、うん、安っぽくて。でしかも玉が3つしかついてないんです。ということは正面向いた時には前しか隠れないし、肛門隠したかったら後ろにしたら前隠れないから、これ玉の数少なすぎてダメでしょ、使えないでしょって言って、これは玉を筋の上から、肛門の先っちょまでないとダメだってことで、3個だったのを9個に増やしたんです。で、だいたい分かったんです。なんか日本人のマンコの長さはほぼ同じっぽいんですよ、はい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 。で、外国人は少し長いっぽいんです、うん、体がでかいから、うん、なんで、まあ、これ日本人っていうかアジア人に合わせれば大丈夫だろうってことで、私が、何回も鏡でこう見て、玉の数、これが適切だなと言って9個になりました。でも、なんでその下着メーカーを作ろうの方に行ったんですか。そのコスプレイヤーの中でも別に
他のアイテムだったりとか、そういう汎用、もっと汎用的に使えるような衣装だったりとか、なんかそっちでもいいじゃないですか。でもこう下着メーカーになった、作ってた。そう、なんかもともと下着はその撮影に使うから、うん、買ったりはいたんですけれども、そのローライズのものはだいたい肛門のところの紐が1センチにも満たないゴム紐みたいなのだけだったりすることがあるんです。はいはいはい、そうすると、肛門の真ん中しか隠れないじゃないですか、はい、肛門が見えるようなものを撮影に使ったら後で、ね、修正とかもしなきゃいけないし大変だから、肛門はちゃんと適切な幅で覆われている、さらにローライズのパンツが欲しかったんです。でもそれが現存してなかったんです。その時は自分で履きたいもの、必要なものを作ったっていう感じ。あ、そうです、そうです、それです。でもなんか本当にこうね、そう、なんかベンチャーを立ち上げた社長な感じがすごいバリバリきますけど、ね、今って立ち上げて何年ぐらいですか。もう10年ぐらいになって、商品ラインナップも増えてる感じですか。そう、商品ラインナップはもともと1000ぐらいあって、うん、パンツ1000種類ぐらい、すごくないですか。すごいです。実はこちらに、あとこちら、こっちか、こっち、これです、これ、これのここにこうやってカタログにも、ああ、はい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 、これってモデルさんって牛島さんなんですか。私だけじゃなくて他の人とかもいて、はいはいはい、これとかは私です。はいはい、あとこれも私です。これって自分では分かるんですね。はい、自分では分かります。はい、他のモデルさんも体ですぐ分かります。ああ、私はね、モデルさん自分で頼んでるっていうのもあるんで、ちょっとその角度変えて聞いていいですか。はい、この履いた後くっきり残してるのわざとなんですよ。はい、わざとです。この生々しさとかもこの写真には必要だと思ったっていうことです。そうですね、私、ツルツルに修正してるの嫌いなんですよ。え、牛島さんがこれまで上げてきてるやつってあんまり、じゃあ修正ない。あんまり修正してないです。だって確か牛島さんがバーッと売れるか名前知られてった時に、じゃあほら、ツイッターとか掲示板とかで絶対こんな補正入ってるよとか、そうそうそう、すげえ書かれてたじゃないですか。で、牛田さんは動画に出始めた時に、小山とか時に、うん、あれ？リアルにこの子、こういうスタイルなんだ、になってくじゃないですか。あ、そうですね。なんかね、過渡期がすごい面白かったんですよ。牛島さんって、あ、すんごい体してんのねってなった。それすげえ覚えてます。あと顔とかも修正しまくりとか言われてましたけど、別にそこまでしてなかったんで、そう、出てきた時にあれまんまじゃんってなったのは覚えてますね。そうなんです。まあ、ただほらオタクはなんか修正のことを勘違いしてるんです、うん、なんか変な写真をめちゃくちゃ良くするとかみたいな、うん、そういう劇的ビフォーアフターみたいな変なのばか見てるから、みんなも変な写真を良くしてるんだって勘違いしてるんですよね、うん、でも実際は超よく写ったやつをほんの少しだけ直すのがいいです、写真は。はいはいはい。なんかさっきベンチャー企業社長っぽいって言いましたけど、それよりもマジであれですね、武将っぽいっすね。牛島さん中身はね、本当戦国武将じゃなくて、まあ本当三国志の時代にいそう、三国志の時に牛島いい肉っていてもなんかおかしくないですよ。もうすぐ殺されちゃうでしょうね。いや、なんかまず鎧のデザインが悪いって言って、そっから入りそうな気がする。私結構人間工学に基づいてとか、はい、そういうその体から導き出された構造っていうのが好きで、パンツにもそういうの取り入れてるんです。はあ。だから多分デザインにこだわって使えないものとかは導入しないタイプだと思う、うん、ああ。装飾とかも強度に関係する装飾ならつけるけど、強度に関係しない装飾はつけないと思います。へえ、なんかすごい人間工学に基づいてるなんてこの下着見て思わないですからね。いや、人間工学ってあれどういう感じなのかわかんないですけど、でもこれは例えばティーバッグも作ってるんですけど、はい、ティーバッグだと普通ね、ティーバッグって市販のやつ幅がこれぐらいなんですよ、うん、でそうするとどういうことが起こるかっていうと、ここはちょっと固めで幅が狭いと、こうどんどん、ね、歩いてるうちに、ね、肛門にこう上がってくるんですよ、うん、でそうするとこう肛門にジャリ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 ってここのサイドが擦れて、尻の穴がめちゃくちゃ痛くなるんですよ。はぁ。で、そうなる肛門を攻撃するタイプのティーバッグとしないティーバッグの差あるんです。何かっていうと、ここの幅なんです。ここの幅を、糸とかで考えてもらうと分かるんですけど、糸こうやったらグッて食い込むじゃないですか、うん、細い糸。でも束になったら食い込まないじゃないですか、うんうん、その原理と一緒で、ここの
幅をちょっと広げたんですよ。そしたら食い込まなくなりました。とかこういうなんつうんですか、地味なことなんですけど、いやものすごく優秀な経営者ですよ。あの話し方というかやり方というか、すべてアイデアの持ってき方とか、いや説明プレゼン上手だし、ちょっとすごい、ちょっと牛島さんのかっこいいとこ見ちゃったなっていう感じを。 いいんですか、そんなかっこいいとこ出しちゃって。いやいや本当、でも今日はエッチな感じを見せようと思って、はい、気張ってエッチな格好をしてきたら、はい、あのちょっといろいろ問題が、はい、僕のやつ来てもらいました、はい、でもやっぱりちょっとエッチな牛島さんも見たいなっていう人いると思うんですよ。そちらの方は、丸山ゴンザレスの、まあ裏ビデオ、ゴンザレスクラブですね、オンラインサロンありますんで、そっちの方でこの続き見れちゃいます丸山ゴンザレスです。現在 DMM オンラインサロンで丸山ゴンザレスクラブやっております。そちらではですね、我々の仲間を募集してますんで、皆さんぜひご参加ください。 YouTube では流せない裏ビデオだったりとか、それからまあ新しいアイテムの企画だったりとか、それから交流するまあ生配信、それからオフラインイベントなんかもいろいろ企画しておりますんで、ふるってご参加ください。